はい、いつもありがとうございます。花です。今回もですね、旅シリーズでお届けします。バカではできないバックパッカー旅行、未知の言葉をポケットに、終わりのない旅に出ようシリーズ。今回はですね、バックパック旅行の準備として、できるだけ早くからやっておきたい3つのことについてお話ししたいと思います。バックパック旅行のね、準備楽しいですよね。バックパック旅行に行こうと決めたら、徐々に準備とかね、計画とか行っていくと思うんですが、まあ準備とかね、計画も旅の楽しみの一つなので、ワクワクドキドキする楽しい工程だと思うんですが、その中でもね、やはりね、できるだけ早くからやっておきたいことがね、3つあるんですね。これをご紹介していきたいと思います。まあ私のケースというかね、私がいつもバックパック旅行に行くぞと決めたら、早速もうその思った時から始める準備がね、3つあるんですね。はい、それズバリ言うとですね、1つ目がお金で、2つ目が言葉、外国語ですね。そして3つ目が体力になります。これやっぱりね、バックパッカーの基本中の基本って言っていいのかなと思うんですけれども、どうでしょうか。まあそれぞれ具体的にね、詳細をちょっと語っていきたいなと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。はい、まず一つ目はやっぱりお金ですね。バックパック旅行に、ね、やはりある程度の期間、特に長期の旅行を予定している場合はですね、どうしてもお金をね、しっかり用意しておくことが必要になってきます。このお金に関しては、どれだけの金額を用意できるかとかによって、もその旅のスタイルとかね、旅のまあ期間とか過ごし方が変わってきますよね。ですので、旅の予算を決めるためにも、どのくらいのお金が準備できるのか、そしてその目標を決めたらですね、しっかりそこに向けて貯金をしていくということが大切になってきます。やはりね、お金があれば余裕を持って旅ができますし、もちろんね、貧乏旅行というかね、お金を節約していく旅行も楽しいんですが、お金がなくて節約するのではなくて、ちゃんとしたある程度の資金があって、そして、賢く旅行をするということですね。そういう節約旅行、バックパック旅行というのが一番やはり楽しいのかなと思います。いざという時にね、本当にお金がないと本当にね、かなりねきついですですので、しっかりね、お金の方は準備して、はい、計画的に、貯金をしてですね、その予算に基づいて余裕を持った旅の計画というか、スケジュールを立てるようにしてみてください。はい、2つ目は言葉というか、外国語というかね、現地の言葉ですね。これ結構ね、勉強しなくちゃいけないというか、勉強するためには、ある程度習得するためにはやっぱりね、時間が必要になってくるので、この言葉、外国語に関してはですね、できるだけ早く準備を始める方がいいと思います。そもそもですね、その外国語というか現地の言葉が話せないと海外旅行に行けないのかと言われると、そうではないんですけれども、やっぱり現地の言葉を知ってるだけで旅の楽しさが変わってきますね。トラブル回避の意味もありますし、もちろんぼったくりに合わないための一つの方法でもあります。ですので、もちろん英語が話せる方はね、英語だけで旅をすることも可能だと思います。で、ただ場所によっては、国や地域によってはですね、英語がそれほど話せない人の方が多かったりすることもあるので、同じ国の中でも田舎に行けばね、やっぱり英語は通じにくくなりますよね。はい、ですので、できればですね、その現地の言葉を1つか2つぐらいは話せるようになっておくと、結構これはね、便利なんですね。で、外国語はね、得意な方もいれば苦手な方もいると思うんですが、やっぱりね、少しでも片言でも話せると、向こうの現地の方の反応が変わってくるんですよ。そうなると、やっぱりこちらの方もどんどんその向こうのね、現地の方の言葉を使って
コミュニケーションするのが楽しくなってくると思うんですね。そうすると旅の楽しさも倍増しますし、でもちろん情報を得られる情報とかね、向こうの人の反応も変わってくるので、より快適な旅ができると私はそう信じているんですよね。ですので、時間がかかる、外国語の習得って時間がかかるので、大学で勉強するように、別に最初の ABC から始めて文法やってとか、そういうね小難しいこと、アカデミックなことはしなくていいと思うんですが、やはり旅のためのね基本的なフレーズとかね、その辺はポイントポイントをついて、勉強しておくと、勉強しておくというか、ある程度頭に入れておくと便利だと思います。意外とね、あらかじめ頭に入れといたフレーズっていうのは現地について必要に迫られるとですね思い出してくることがあるんですよね。これ騙されたと思って現地の言葉10個でも構わないと思います。10個でも20個でも構わないと思うので、簡単なフレーズをねちょこちょこっと頭に入れながら、準備を進めていくといいんじゃないでしょうか。はい、そして3つ目に準備しておきたいのが体力ですね。これもある程度ね体力をつけるためには早くからやっておきたいことの一つだと思います。なかなかね、1日とかね一夜漬け体力がねいきなり大きくなるということはありえないことなので、体力というか、筋トレもそうなんですけど、どちらかというとスタミナとかそういう系ですね。はい、ですので定期的にエクササイズをするとかね、ウォーキングとかスイミングとかサイクリングをするとかね、そういうふうな形で割と本当に基本的な体力、スタミナをつけるという意味で、これは体力とか、運動が好きな人も嫌いな人も、筋トレとかが好きな方もそうでない方も皆さんやっといた方がいいですよという話です。やっぱりね別に筋力なんていうんですかね、その力が強いとか筋力が高いからといって運動能力が優れていなくてはいけないというわけではないんですけれど、やはりねスタミナがあるのとないのとでは旅の楽しさというか、旅のフットワークも変わってきますし、何かしらハプニングとかでトラブルがあった時の対応能力、反射能力とかもね変わってくるんですよね。これもちろん年齢がね高くなればなるほどちょっと不利になってくるとは思うんですが、バックパック旅行ですので皆さんねバックパック背負っていくと思うんですよ。そもそもバックパックを背負って歩くということそのものが、移動するということそのものが結構体力を消耗する行為ですよね。そして、旅行先のその環境がですね、気候とか湿度とか、またあるいは食べ物とかですね、そういうものが自分に必ずしも合うかどうかわからないので、ですのでやはりね基本的な基礎体力があるのとないのとではその旅のこうフレキシビリティというのがね変わってきますよね。はい、ですのでできれば何かしら本当にストレッチとかで、ね、そういう小さなことでもいいので、何かしらやっておくことをお勧めします。で、体力があって元気がみなぎっている時はですね、回避できるはずのトラブルが、疲れが溜まっていたり睡眠不足だったりとか体調が悪かったりすると巻き込まれてしまうということがねよくあるんですよね。やっぱり何かしらのトラブル、盗難とかね、ぼったくりとかね、あとはちょっとした犯罪に巻き込まれてしまうとかね、迷子になるとかね、そういうことが起こるのって、だいたい自分が疲れている時、気力もしくは体力が下がっている時、体調が悪い時が圧倒的に多いんですよね。本当に元気で頭もクリアであれば回避できるようなちょっとした油断ですよね。はい、ですので体力はねあって損することはありません。ですから、はい、運動苦手な方にはちょっと耳が痛いかもしれませんが、少しずつ、エクササイズをやってですね体力を蓄えていきましょうという、そういうお話です。はい、今回は以上になります。いかがだったでしょうか。バックパック旅行の準備としてできるだけ早くからやっておきたい3つのことを紹介しました。もちろんこの他にもね荷造りとかね荷物の準備とかいろいろ細かいことはあるんですが、そういうのはねいつでもガイドブック買ったりとかもですね、いつでも近くなった旅の予定出発日に近くなってからでもできることなので、
まあ、今挙げたこの3つのことをですね、お金と言葉と体力、これはねできるだけ早くからやっておく方がいいですよね。はい、そもそもバックパッカーになりたいと思ったらその時点から始めておく方がねいいんじゃないかなと思ったりもします。はい、ということで、バックパック旅行の準備、まあ、基本中の基本ということで3つ紹介してみました。まあ、結構当たり前のことなので、まあね、聞いていて、ふーんと思った方もいると思うんですが、まあ、こんな感じで少しずつね普通のことも喋っていこうかなと思ってますので、よかったら少しでも興味を持っていただいたらですね、お気に入り登録とかチャンネル登録など購読などしていただけると非常に嬉しいです。ツイッターとかインスタグラムもやってまして、タンブラーとかもやってるので、まあ、そのうちね旅行に出たらちょくちょく写真とかもアップすると思います。はい、ぜひフォローとかしていただけると大歓迎です。ということで今回は以上になります。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ではまた次回お楽しみに。